まつげパーマ専門店ビューティーフラッシュ。こんにちは、ビューティーフラッシュの村山です。今日は昨日に引き続き後編ということで、右目のテープワークをやっていきたいと思います。またね、右目は右目で特徴がありますので、ぜひね、最後まで見ていってください。それではまつげパーマチャンネルスタートです。はい、じゃあ本日もね、昨日に引き続き逆側の右目をやっていきたいと思います。もう一度ね、お皿でやっていきますよ。テープまず目幅に合わせてピッと2枚用意します。こんな感じですね。もしもね、こういう風にピロッとかなっちゃったら、私はこっち側をこうやって折って、お客さんの目に触れる方はまっすぐ綺麗に切れてるっていうようにしています。はい、ね、この半分に折るか折らないかはもう皆さんのお好みでやってみてください。私はね、こうどこでも好きなとこがつまみやすくて、貼った後に手から離しやすいっていうのもあるので持ってるし、まず一番にはこの粘着の部分っていうのはお客様のお肌に対して負担になるところなので、その負担を軽減させるために半分にしています。じゃあやっていきますね。じゃあ昨日のおさらいです。でこっち側の目どうしたらいいかってなると、やっぱり、ね、昨日のこっち側の目だと目頭目地ってこう鼻がないから押さえやすいんですよ。まあ、私は特に右利きなので、左手でね引き上げをして右手で貼っていきます。まあ、左利きの方はこの逆だと思って考えてくださいね。で、やっぱりね、ちょっとね、私は目尻から貼るので、こういう風に手が上がってくるんですよね、肘がね。で、その時に肘が上がりすぎると、どうしてもなんでしょう、この指に重さが来やすいんですよ。なのでこれは十分注意していただいて、引き上げの時のこの指が重くなったり圧がかかりやすくなるので、脇が開くっていうのはもうそもそも力が指先にかかりやすい原因になるので、まあ巻いてる時とかもそうなんですけど、ちょっとね姿勢気をつけていただきながらやると、自分の体も辛くないし、お客さんにこう圧をかけなくて済むっていうところがあると思います。なのでね、まず気は抑えていただいて、ちょっとクッとね上げます。この時も見づらいと思うので、しっかりと覗き込んでくださいね。もうクッと上げます。そしてこのね、目尻下のところをちょっと押します。こんな感じです。昨日よりもここのところは見やすくなったかなとは思います。目尻クッと上げて、で上げる時にもただ単純に上に引っ張るんじゃなくて、ちょっとねクイッと目尻がこう、こことここがパクッと分かりやすいように、目尻からこうグイッっていうイメージで、これイメージですよ、グイッっていう感じで、ちょっとねキュッとキュッと目尻をクッと上げます。そういう感じでやっていくと、ただこうやって引っ張った時だと、この目尻ってもともとアーチがある分下がってるので、ちょっとここが絡まりやすくて張りづらかったりすると思うんですよ。それを皮膚を引き上げの時にも引っ張っちゃう、改善しちゃう。そうするとここがはっきりと見えてきて張りやすくなりますよね。うん、でもしもここでね、手同士の絡まりがあったりするなら、一旦テープこういうとこに置いてもらって、こうねぱっくりとこうやってしっかりと、張る毛はこっちだな、張らない毛は上だよっていう感じで分けてあげてください。こっちの毛はこっちだよってね。そうするとだいぶ張りやすい環境になると思います。何も整えずに一気に行こうとすると張りづらかったりするので、特に初心者の方は落ち着いてね、こう目頭の目尻しっかり際のところを押さえて引き上げて、でテープを貼っていくといいと思います。はい、じゃあ実際やっていきますね。昨日のおさらい、こうじゃないよね、貼るときこうじゃない、この隙間がちょっとしかないんですよ。だから必ずテープは起こし立ててくださいね。で下ろす、下ろしたらこの根元のところを、根元のところを貼る、真ん中を押すんじゃなくてここです。この列をちょっと今ね、見やすいようにまぶた引き上げちゃいますけど、ここですね。指だともっと見づらいか、ここここここ本当にこのテープの一番端っこです。ここを押さえます。でこの眼球のアーチに沿うように、こういう山がある感じね、こうこっていう感じで止めてますね。
でしっかりと根元のところピタッと止めないとまた浮いてきますの で皆さん一番やってるのはここね、ここをこうやって押しちゃってるんですよ。こうやってこれは絶対根元が浮いてきます。だからここのところは根元のところをスッとピタッと止めてください。ね、すっごいよくやってますこれ。はい、ね、またこれガタってなってますよね。このガタってなってるところを折っちゃいます。はい、でこんな感じで半分ぐらい折ってますね。今度はこっち目頭ですね、ここをクーッと引き上げてこのところをね、目頭の下ね、下まぶたをちょっと軽く押す。で縦に入れて下ろす。ピタッと止めるだけ。これで2枚で止まります。必ず2枚で止まります。2枚で止まらなかったことってほとんどないから、よほどアーチが強いとか眼球が前に出てる方とかで真ん中のあたりとかがちょっとこう出やすい方とかだったりするとたまにね、でそこに短い毛とかがいるっていう結構な組み合わせの時になる、真ん中がね出やすいなって思う時はありますけど、基本的には全然2枚で止まります。2枚で止められないってことはもうこの、ないね、ない、基本的にないです。はい、じゃあもう一度やりますよ。ピッ、綺麗に切りましょう。こんな感じ、2枚用意しました。そしたらピッと取ってここ折り曲げます。で半分折ったら目尻このところパクッと、ね、下げます。こうビーってこういう風な出し方は絶対しないでくださいね。今見やすいようにどうしてもこうね、結構こうはっきりとやってますけれども、この目が開くってことが基本的にないようにしてほしいんですよ。このくらいですね。まあちょっと開かせていただいたとして、アーチが強いとこのキュッっていうのがね強いから、目頭とか目尻のこのキュッってなってる部分っていうのがちょっとね張りづらいんですよ。なのでちょっとその時はね一瞬こうキュッとねこう開けさせていただいて、でアーチを見ながら根元から止める。このようにテープが止められたら、はい、もうすぐ手を離してあげる。引き上げてる時間は短い方がもちろんいいに決まってるので、はい、そしたら目頭で、ここはねもう目尻が先に止まっているので目頭っていうのはもう全然簡単に止めやすいんですよ。なのでね気をつけていてくださいね。こうなんかこう押しすぎたり引っ張りすぎたりしないで軽く乗せるだけですよ。こんな感じです。すごい綺麗に止まりましたよね。やっぱりね1回目貼った時よりも2回目貼った時の方が当然お客さんの目の形が分かるので貼りやすいんですよ。だから1回目のさっきの動画ちょっとね巻き戻ししてみていただくと、その時よりもこっちの方が綺麗に止まってると思うんですね。粘膜にも当たることなく綺麗に。なんですけどやっぱりお客さんの時って1回剥がしてまた貼るっていう行動をしてしまうと、お客さんはこの人は上手な人なのかな、大丈夫なのかな、もしかして今失敗されたのかなっていうふうに思ってしまったりするので、もう要注意です。必ず一発でこの最初に貼る前にちょっと引き上げたりとかしてる段階で目の状態とか形っていうのを把握して、できるだけ貼り直すことがねないようにやってみてくださいね。結構昨日と今日で、まあ、今年入ってね初めてというかゆっくりとこうテープワークやったんじゃないかなっていうふうに思います。なのでねこのテープワーク結構ね完全保存版に近い、もう短い時間で大事なところはお伝えしていると思います。なのでこれねぜひね何度も何度も見直していただいて、本当にね簡単そうに見えるんだけどやっぱできてない方とかが多いです。
初心者の方で、まあ、講習来てくださる方とかオンラインスクールでね受けてくださってる方とかもそうなんですけれども、やっぱりね浮くんですよ。根元が浮くし上に上がってきたり刺さったりします。それはもう今言ったポイントをちゃんと一個一個丁寧にやっていただけたら絶対に改善するので、本当に一つ一つ気をつけながらやっていただければ絶対皆さんもこのようにできますので、ちょっとね丁寧に意識しながらやってみてください。でテープワークだったらもう下のまぶたと、まあ、下のまつげがちょっとでも生えててくれてれば全然練習できるので、男性でも女性でもどちらでも構わないですよね。なので、まあ、お子さんでもいいですし、できるだけご自宅で練習してお客様に負担をかけないように自分で練習を積み重ねていっていただけたらいいなっていうふうに思います。じゃあ皆さんテープワーク頑張ってください。はい、いかがでしたでしょうか。昨日と今日でだいぶテープワークのね詳しいことがお伝えできたんじゃないかなというふうに思っております。結構ねこれはテープワークでも今までやってきた中ではもう結構最新版のもうギュッとね詰まった保存版に近いものじゃないかなというふうに思います。本当ね有料の動画でもこういうようなことを説明しているっていう内容なので結構ねしっかりとボリュームがあったと思います。でまあ有料とじゃあ何が違うのっていうのは、有料になるともっとさらに詳しく、そのポジションについて一つ一つ詳しく説明しているっていう感じです。なのでそういったのを見たいよって方はビューティーオーラッシュアカデミーのね学校の方に登録していただいて、でそこのねレッスンっていうのがあるんですけども、単発でね毎回毎回こう好きな講習だけ購入して、Zoom でねレッスンが受けれるよっていうのがあるんですけれども、そこでね、毎月ねテープワークだいたいね月初にやってるんですけれども、テープワークっていうのがあるのでそこをねポチッと押していただいて受講していただくと、これがね録画とかじゃなくってその場で見ながら、先生そこってどうやるんですか、そこはこうですかって聞きながら参加できるっていうのがあります。なのでそういったものに参加していただくとよりねまたさらに自分の聞きたいことが聞けるし、もっとさらに詳しいポイントが聞けたりするので有効にね使っていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。やっぱり、ね、対面講習ってなってくるとやっぱりこう料金が高かったりとか時間の拘束が長かったりいろいろあるので、サクッと学びたいよっていう方はぜひねビューティーフラッシュアカデミーの方でオンラインスクールになるんですけども、そちらでねこう自分の学びたいところとか学びたいタイミングでねぜひやっていただければいいなというふうに思います。そしてもう対面講習の方がいい、私は絶対先生に直接見てもらいたいんだっていう方はもうね年内で私対面講習やめてしまうので、ぜひぜひすぐにでも応募してください。今ね、8月までスケジュール出てて、それが、インスタグラムの方の、私のねこう対面セミナーっていうところのハイライトに載ってますので、そこからね曜日をチェックしていただければ日付とか出てますので、時間帯とかね、でどこの開催地なのかって、今東京と大阪と仙台とこの3つでやってますので、そこの中からお選びいただいて、アイラッシュガレージさんの方にね飛んでいただいて、そこからお申し込みをお願いします。ぜひね皆さんのわからないっていうところに解決していくっていうことに私この先の人生を費やしていますので、どうぞねこのモヤっとした気持ちっていうのを解決できるように、まあ、サブスクとか、ビューティフラッシュアカデミー、これはオンラインスクールですけども、そういったものをうまく活用していただいて、対面講師でももちろんいいですし、この3つをうまく使っていただきながら、こう疑問を解決していってください。でまたね私のその対面講習とか受けていただいた後にこの動画を見ていただいたりすると、やっぱり全然こう理解力が変わるとか、先生が言ってたことがこういうことだったんだって分かるようになるっていうのがね、すごい生徒さんが言ってくださるので、ぜひねどっちも合わせながら、いろんなものを組み合わせながらやっていっていただけたらいいなっていうふうに思います。今日もご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をお待ちしております。ありがとうございます。